こんにちは。最近は麻生財務大臣のネタがないんですけども、その代わりにですね、毎日日々連続して総務省、そして武田総務大臣というね、総務省を束ねている大臣の本当ひどいところがね、日々どん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 出てきています。まあその最たるものが、まあなんて言いますかね、武田総務大臣は国会でその真実を追求するためにコメントを求められているのに、まあ、個々の事案に対してね、話すことはないっていうことと、あとはですね、国民に疑念を持たれるような会合に応じたことはないって答えるんですよね。この二つを何回も何十回ともなく安倍総理のように言い続けるんですよ。で、これが功を奏してですね、他の、例えば菅総理も加藤官房長官も同じようなことを言い始めたんですよ。まあ、まさに自民党作戦ですよね。もう汚いですね。本当にね、こういう人たちがいる自民党に、票を投じる人間のね、思考を私はね、ちょっと疑っちゃいますね。だからね、もう自民党のね、あの方にもちょっと言いたいんですけども、まあ、こんな答弁をする限りは、国民の財産や生命なんて、未来なんて守られっこないんですよ。この一点をもってしてでもですね、自民党の素晴らしい考え方や素晴らしい、議員さんとかね、そういうふうな輝かしい歴史とかが全て否定されてしまいます。まあ、黒川問題もそうだし、森友家計問題もそうですし、桜問題もそうなんですけども、もうね、先延ばしにすることが多いんですよ、自民党は。で、バレたら謝罪、バレても隠蔽。これね、変わんないですね。で、その、記録ってのをね、今回もだいぶ発揮してますんでね、ひどい話だと思います。さあ、その中で今日、ね、今回スポット当てたいのは、武田総務大臣がね、なんか、その大臣席から国会の答弁の中でひどいまあアドバイスしてるんですよ。記憶がないって言えって、ね、記憶がないって言えって、ね、これ記録が残ってます。で、それを今回はこの動画にお付けしておきますんで、まあひどい人だな武田総務大臣と感じていただければ幸いでございます。ひどいですね、本当にね。この人ね、何なんですかね、本当に。武田良太総務大臣、ひどい話です。まあ、小西洋之議員が言われてましたけども、菅総理が憎いと、菅総理が憎い、なんで憎いのか、これを皆さんでね、また共有していただきたいと思います。まあ、その動画もあるのかな。まあちょっとご覧ください。それでは、その先ほど質問の間、鈴木部長と目を合わすのが辛かったんですが、私かつて総務省で働いておりましたけれども、鈴木部長はですね、私10年ぐらい下の年次なんですが、能力、お人柄、一緒に仕事をさせていただいたことはないんですが、いつか鈴木さんと一緒に仕事ができるように官僚になりたいと、そういう憧れの存在でございました。私はただただ菅総理が憎い、総務行政を私物化して、明らかな、もう誰が考えても分かるような虚偽答弁を国会で官僚に強いている。この菅政権、何が何でも我々立法府の力で打倒しなければいけない、そうした決意を申し上げさせていただきたいと思います。小西大臣、さっきから眠そうに目を閉じてますが、菅政権、そしてあなたの下で総務官僚が全く論理的につぎつまの合わない虚偽答弁を繰り返し強いられているわけですよ。武田総務大臣、あなたは来週も総務大臣お勤めになってますか。の方が今の議論ですね、東北新社、あるいは東北新社の子会社、が利害関係者だと知らないわけがないというふうに大臣もお考えになっているんですか。武田総務大臣。この問題っていうのは、それぞれが自分勝手な解釈、自分勝手な解釈で東北新社というのをその利害関係者が否かということを決めつけて取った軽率な行動だと私は認識をしているところであります。小西平井君、そこまでいきますけど、自分勝手な解釈をそのまま許した報告書、そんなもんで国民や国会に対して説明がつくんですか。違法な接待を行った官僚の皆さんが自分勝手な解釈を行ったと、でそのことを報告書に書いて、それで許されるんですか。大臣の責任じゃないですか。ちゃんとした報告ができてないんですから、大臣辞職すべきではないですか。答弁してください。武田総務大臣。事実関係を私は説明申し上げただけであります。小西洋之。その事実関係だけではなくて、大臣の責任があるわけですよ。
いい加減な調査を行った大臣として責任がありませんか。武田総務大臣。ご指摘は重く受け止めますけれども、私は決してね、現場はいい加減な調査をしたと思ってません。誠心誠意心を鬼にして調査をした、その結果をご報告したまでだとこう信じております。はい、というところでね、武田総務大臣は調査をして上がってきたものを大したチェックもせずに、もしくはヌルヌルのチェックで国会に上げてきた、その結果いい加減な調査ってことがバレちゃったわけなんですよね。で、武田総務大臣はね、私はちゃんと調査をしたと、現場も調査をしたって言ってるんですけども、残念ながらそのきちんとした調査がヌルヌルだったということなんですよ。要するにその自浄作用もないし、その調査能力もないわけなんですよ、総務省には。だから総務省は自分で自分の省庁をまとめることもできませんので、組織内をまとめることもできませんので、第三者機関に任せてもこれもしょうもないんじゃないですかね。どうなんですかね。まあ、これが自民党の体質ですよ。その金融庁が金融庁のチェックしても何にも出てこないわけですよ。要するに隠蔽体質とかね、それから改ざん体質は全く変わらないと。国民の利益とか、それからね、国の利益ではなくて自分たちの既得権益を守ることだけが、まあ、自民党のね、考え方なんじゃないかなと思いますよね。だからこういうところにもうね、票を入れてはダメですよ。それから自民党で、ね、誠実に仕事をされている方、ぜひね、こういう大臣をどんどんね、もう追放していただきたいと思います。それこそが内部による改革ですよ。なんか減税勢力とかありますけども、結局はね、記者会見まで開いておいて何にもなしてないというのと同じですよ。結局はあれから何の情報も出てこないですしね。これではダメですね。ダメだよ自民党。いってらっしゃい。